足らず。今してやれるのはこれだけだ。他にできることはない。最後の希望だ。お前はグールドにとっても我々全員にとっても残念だが、俺は死んだも同然だ。この体は汚染されている。だがお前ならやり遂げられる。お前しかいない。未来へようこそ。戦場が待っている。そう、最後の望み。簡単には解放してくれないようだ。強制関係、つながりを断ち切らないと。お前にはスーツを、俺の命を与えた。約束してくれ、約束してくれ。ウールドに合流しよう。俺には今これしかできん。お前が、お前だけが頼りだ。俺はプロフェットと呼ばれていた。覚えておいてくれ。複数の敵を検出。こちらに潜入中。プロフェット。距離か。グールドだ。どこにいる。アルカトラス、お前の名前か。アルカトラス。さあ動かすぞ。痛むかもしれん。リンシャン島への投入は名目上英軍の隠密作戦となっている。プロフェット、君には私の目と耳になってもらう。あらゆる意味においてチームに損害を出してはならん。それが私の理解する忠誠心というものだ。だが私への報告は最優先だ。可能であればサンプルを持ち帰れ。できない時はとにかく生きて帰ってこい。そして見たままを報告する。肝心と言えるのはデータ、あのシステムだ。だが時間がないのだ。我々みんなにとってな。今こそ人類全ての目を覚ます時だ。何が起こっているというんだ。出番だプロフェット。スーツはセフのナノシステムを学習している。行け、君が最後の希望だ。このイカれたクソ野郎め、知ってただろ。スーツが着用者と共生することを、俺の部下がどうなるかを、歩く死人に変えやがって。人類を積む戦士に変容させたのだ。君は兵士だろ。これは必要な犠牲と考えてもらえ。俺たちを騙したんだな。私は真実を大事に扱いすぎたのかもしれん。しかし選択肢があったか。今の諸君はどうなんだ。セフどもはやってくる。すぐに。通常の人間の兵士で倒せると思うのか。普通の人間に勝てる戦争ではないのだよ。これこそ未来。死さえもただの不都合に過ぎん。誰もが皆歩く死人なのだ。リンシャン島でセフにやられたが、あれはハーグリーブにとって単なる様子見だ。奴はナノスーツに何が起きるか知りたかっただけだ。
俺たちがセフの防衛線を突破した際、スーツに何が起きるのか、着ている人間に何が起こるのかをな。俺たちは奴のナノスーツ計画のための実験台にされた。対セフ戦に向けた人類を継ぐ者たちのプラグイン部品というわけだ。奴はそれを否定すらしなかった。人類を継ぐ戦士に変容させたのだ。君は兵士だ。これは必要な犠牲と考えてもらいたい。俺たちを騙したな。俺が立ち去るとき奴は笑った。お前は必ず戻ってくる。他に選択の余地はないとな。普通の人間に勝てる戦争ではないのだよ。これこそ未来。最悪にもそれは正しかった。全て奴の言った通りになった。奴はセフとの戦いに備えていた。ただそれを成し遂げる強さがなかっただけだ。貴様もただの不都合に過ぎ。俺は自分が見つけたものと共に戻るしかなかった。しかし間に合わなかった。あまりに遅すぎた。全てが手遅れだった。まさにセントラルが侵略されている最中だった。ハーグリーブもその状況を見たかもしれない。奴は9世紀のことをほとんど把握し、全てを予期している。ただ一つの想定、それはお前だ、アルカトラス。奴は俺がスーツを失えば奴の助けなしに生きられないことを知っていた。だが俺がお前を見つけるとは思っていなかった。